福山市長の江田博です。敬老の日にあたり、皆様のご長寿を心からお喜び申し上げます。また私たちが暮らす活力ある福山市があるのも、皆様方の長年にわたるご努力のおかげと心から感謝を申し上げます。福山市で今年103位のご長寿を迎えられる方は226人、100歳以上の方は全体で586人もいらっしゃいます。そして市内最高齢者は昨年に引き続き桑田美代さんの110歳です。誠におめでとうございます。これからも健康で幸せな日々をお過ごしいただきたいと願っております。福山市ではこの10月から新たに補聴器の購入助成を始めるなど、皆様の健康と生きがいづくりに取り組んでいます。今後もこの福山市がより良い町となりますよう、しっかりと頑張ってまいります。この後、地域で活躍されている個人や団体の活動の動画が流れます。長寿の秘訣、元気を保つヒントなどをご紹介する内容となっています。また宇部山保育所の園児によるお祝いの歌やメッセージもあります。ぜひご家族ご友人と一緒に最後までお楽しみください。終わりに、皆様方のますますのご健勝とご多幸をお祈りし、敬老の日のお祝いの言葉といたします。本日は誠におめでとうございます。皆さんご存知ですか？福山市にはとってもお元気で健康なシニアの方がたくさん活躍しているんです。そんな方々を取材して、健康でご長寿の秘訣を探っていきましょう。スーパーでお買い物を楽しんでいらっしゃるのは高橋美代子さん。御年なんと98歳。いやー、お元気ですね。もう一番いい、福山一番いい。とにかく外に出て行きそうといけるんですよ。もうデベソです。デベソとにかくみんなのアイドルです。その老人会で懇親会をやるんですけども、美代ちゃんがもう一番元気で、で皆さんもね、高橋さんが来るから出て行ってみようというようなことでですね。高橋さんは大正15年寅年の大阪生まれ。18歳の時にご主人と知り合い結婚しました。もう私でないと一生結婚せん言うたん。まだ若かったん、私まだね、学校行きょうたのにね、親がもらいに来ちゃったん。それおいくつの時ですか？18歳。戦後間もなくご主人の実家がある福山市に移り、3人の子供を育て上げて現在に至ります。子供3人で、孫が5人で、ひ孫が7人です。もうお正月ね、12人はここへ来るん。私は恵まれとるんですよ。高橋さんの一日はとにかくエネルギッシュ。朝起きてから夜寝るまで、毎日が盛りだくさん。朝起きたら一番に外へ出るんですよ。あの庭へね、植木鉢が200ぐらいあるんです。全部私一人でしよる。何もしないのが一番苦痛だと思う。一日する仕事を夕方になったら、明日はあれしてこれしてあれして、今でもずっと一緒。ご近所のゴミステーションの管理も高橋さんの大事な役目。町内でですね、年に2回大掃除を全員が出てやるんですけども、その時も高橋さんがリーダーとなって、みんなを集めて、ここやれあれやれじゃないですけど、そういうふうに言ってくださったり、当番表を自分で作って、明日はあなたよ、この次はあなたよっていう、そういうこともやってくださって、未だにですよ。そんな意味で町内に貢献していただいてるなということをお分かりです。高橋さんの楽しみの一つは親しい人たちとのコミュニケーション。あら、 LINE も使えるんですか？絵画に書道に花壇作り、高橋さんはとっても多趣味です。まあ、楽しいことが好きだから、家にじっとしてるときは絵を描いたり書を描いたり何かしらしてる。そんな高橋さんにズバリ、ご長寿で健康な秘訣は？じっとしとらんの私。
昔からよう働いきょうたから、なんかしょうらにはもったいない。あ、それがいいんかね。あの、年取るにしてもああいう年の取り方したいなと、みんなの目標になってですね、私も本当に目標にしてます。好奇心旺盛で元気に活動し続ける高橋さん、どうもありがとうございました。いつまでもお元気で。こちらは福山市千田交流館。半月後に迫った盆踊りの練習のため、地域の方々が集まっています。千田学区老人クラブ連合会は、地域の6つの老人クラブから構成されています。メンバーの多くは農家の皆さん。農業の経験を生かした作物作りや七輪おこし、餅つき体験など、地域の子どもたちと交流しながら様々な活動を行い、幅広い地域貢献をしています。会長の浜田和美さん、82歳、連合会のまとめ役として日々精力的に活動しています。楽しいです。小さい子どもさんのありがとういう言葉と、若いお母さん方の必死で写真を撮る姿を見ると、なんと見えん気持ちですかね。子どもたちもそれは喜んでおりますけれど、やっぱり一番喜んでパワーをもらっとるのは我々年寄りじゃろう思います。お、盆踊りの練習、皆さん熱気がこもってますね。楽しいですよ。楽しい。みんなでお話しするのも楽しいし、いつも会わない人と会える。もう老人会がすっごく楽しいんです。なんか言ったら集まってお弁当買ってきて食べます。お弁当買ってきていろんな行事を取り組んでみました。老人会というのは出会いの場を作る、まあ、これが仕事じゃないかなと。みんな話が好きなんですよね。話が好きなんだけど、自分から出てきて話をするのがなかなかできない。今はですから、もう会長さんがもうあらゆるところに顔を出して、ああいった世話を全部会長が受けられたら、私らが全部こうレールに乗って皆さん協力。これはやっぱり会長のやっぱりこう心意気がね、みんなにこう伝わって、今は本当楽しい老人会。生まれも育ちも千田学区の浜田さん、老人クラブ連合会の活動のどんなところにやりがいを感じているでしょうか。こうしよう、ああしよう言ったことが、みんなが動いてそれが形になることですよね。皆さんの協力があるいうことです。私は千田老人クラブというのは自慢できると思います。いろんな人と道路で会えば挨拶ができるし、そうなら人とのつながりができたのが一番良かったんじゃないかと思うんですけどね。生きがいですよ、やっぱり楽しいしね。すごく最高のメンバーだと思います。そんな浜田さんにズバリ、ご長寿で健康な秘訣は。体が動くうちは人の世話をする、人の世話するいうのは自分の世話をすることじゃろう思うんですよ。そういうことは少しでもいろんなことをするいう、これが私はね一番大事だろう思います。人の世話をすることが長寿と健康の秘訣だという浜田さん、どうもありがとうございました。ますますのご活躍期待しています。霞クラブふれあい喫茶は地域に暮らす高齢者のためのサロン。毎週火木土の午前中、気軽に集まって楽しいひとときを過ごしています。運営しているのは同じ地域に暮らすボランティアの皆さんです。井上静幸さんは大正12年生まれの101歳。ふれあい喫茶に欠かさず訪れる常連さんの一人です。まあ、馴染んでるんですね。今日はサロンがあるんかい。よし、行こう。来るの楽しみに来てくるの。明日何着ていこうか言って洋服を選んだりとか、それからネクタイはどれにしようかとか、やっぱり生きがいの一つだろうと思ってるので。ふれあい喫茶の前には100歳体操があります。井上さんもしっかり参加されています。いらっしゃいませ。ここでお金払う、はい、ここで。体操の後は
皆さんお待ちかね、ふれあい喫茶の開店です。1回100円の参加費で飲み物とお菓子を食べながら楽しいひとときを過ごします。ここに来た人はみんな仲間同士、初めての人も一人で来た人もすぐに友達になります。井上さんもおしゃべりに夢中になってますね。100歳体操終えてほっとして、もう美味しいお茶を呼ばれてありがたい、楽しみです。仲良しの人もいらっしゃるの？はい、仲良し、はい、仲良し体も元気になったしね、良、うん、かったと思います。いや、これをできるだけ長く続けていきたいというふうにみんな言いよるです。リンゴ友のつ。こちらの方はなんともうすぐ100歳。火事を取る、こういうふうに。お見事。高齢者が一人ぼっちにならない、一人ぼっちにさせない、だからうちのスタッフさんはもう初めて見る顔でも必ずそば行って、はい、いらっしゃい、あなた何町だって顔は時々見るんだけど、ちらっと話しかけられた。そうするとその方は、ああ私のことを知ってくれた、また来たくなると。でみんなで喋りながら楽しんで帰ると。文字は色の色は、おしゃべりタイムの後はみんなでクイズに参加したり歌を歌ったり、楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。ここでカープの歌を歌えばカープが必ず勝つ。これはいい催しだと思いますよ。動いて食べて声を出す、これが元気の秘訣です。そういうものには出ていくようにしとるんです。それが長寿、一番いい方法だと思いますね。うちは100歳、101歳の方がちゃんと見本がいるんでね、それをみんな目当てに人生100までをみんなで行こういうことで楽しみにしております。動いて食べて声を出す、霞クラブふれあい喫茶からは今日も元気な声が聞こえてきます。福山市には霞クラブふれあい喫茶のような高齢者のためのサロンが多くあります。福山市の高齢者支援課や社会福祉協議会へお問い合わせください。